改めまして、神谷博士です。アルモスポカポカ、小野大輔です。そうなんですよ、そうなんです。タイトルでも触れましたが、実はこの番組の新オープニングテーマ曲と新エンディングテーマ曲が来週から変わります。マジでか。明日レコーディングに行けばね。え？もう一回言って、僕かぶっちゃったからもう一回言ってください。ああ、そうなんです。そこからじゃなくて、そこからじゃない。そこからです。キッチンはいいんです。キッチンは。そうですか、そうですか。来週から変わりますよ。はい。僕が明日レコーディングに行けばね。さてね、だから、まだ撮ってないんだね、さっき流れたテーマ曲は、はい、今日で最後、はい、あ、そうか。になるかもしれません。あの、神谷さんが、あ、声優ネームは、はい、今日で最後になるかもしれません。来週も流れているかもしれません。ああ、ダメだよ。明日僕がレコーディングに行けばね。行って。うん。ああ、今日レコーディングだけどちょっとお腹痛いから休んじゃおうかなーってなったら来週も声優ネームです。なんで、ダメ。え？ダメダメ。ああ。ダメですよ。お仕事です。ああ、お仕事か。お仕事だもんね。うん。気になる大事ですよね、もう。そうですか。うん、ああ、まあ、頑張ってやりたいとは思うんですけれども。まあ、頑張る方向でね、明日、なるべくレコーディングスタジオに行こうとは思うんですけれども。はあ。はあ、頑張ってね、行きたいと思いますけどね。行って。頼むから行って。まあ、僕撮りましたけども、そうですか。はい。いやまた新たな伝説が生まれそうですよ。うん、そうですか。でも新オープニングテーマ我々歌わせてもらえるんですか。え？そうですよ。そもそも、まあ、急にオープニングテーマがアリプロとか。急にオープニング。そう。アリカ姉様が急にオープニングテーマを担当ですか。まあ、ならない。聞き入っちゃって喋れねえからな。いきなりおかしいでしょ。アリプロジェクトに僕たちが。組み込まれてたらおかしいでしょ。はい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 。キャンタマリーナさんの隣に僕と小野くんがね。爆弾。爆弾だとしてね。みたいな感じで、お届けすることも可能なんですけれども。ディアナガール、お聞きなさい。みたいな。そうそうそう。みたいな感じの放送でもちょっといいんですけれども。聞いた後でひざまずけ、みたいな感じでね。まあ、絶対ならない。そうですね。かといってですよ。かといって、あれですよ、昔のアニメみたいにね、堀江光子さんが歌ってたりとかもしないわけですよ。メスコさんの歌うディアガールストーリーズ聞きたいわ。それぜひ聞いてみたいな。ね。うん、ディアガール5にみたいなことです。何5って。25。あ、25のこと。そうかね。うまいこと言ったね。コオロギ2009がね。コオロギ2009と神谷博士小野大輔みたいな感じ。そうそうそう。うまい具合に子供も手助けですけれども、まあ一応で我々が担当させていただけるということでね。あ、やっぱそうなんですね。来週新オープニングテーマとですね、新エンディングテーマをお届けするかなみたいな感じになっておりますので、本当にですね、僕も気になるんですけれども、気になる人は聞いてください。変わってるかもみたいなことになってますよね。変わってる。はい、よろしくお願いします。ではリスナーから届いた普通ストを紹介していきます。はい、これはどなたかからかな。なんか声が。あやさんからいただいてます。はい。オロディ・ヒロシ、こんばんは。あ、こんばんは。そして少し遅くなりましたが。オノディ、はい、ファーストアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。ということです。はい、これ、うん、神谷さんの声が、はい。というわけで、アルバムをイメージして、オノディを書いてみました。読みづらいな。声こもってますけど、はい、うん、原稿近いんだよね。原稿つか、ぶっちゃけなんか、板的なものはですね、言っていいっすか、もうそろそろ。はい、なんすか。あまりに視覚的なので、はい、言いますけども、うん、絵画です。キャンバスが、はい、あ、そうですね、キャンバス越しに今、神谷さんが喋ってるんですが、あ、まあね、サイトをね、見てくれた皆様はわかるかもしれませんけども、はい、はい、今ですね、巨大な僕の絵が、これ、どれぐらいの大きさですか？相当大きいよね。60センチぐらいある？縦は。ある。うん、まあ、60弱。60センチとか、縦60以上あるかな。はい、結構な。大きなですね、はい、僕の絵ですね、はい、僕の絵にその花びらが描いてくださいましてですね、非常に、はい、ね、なんか今鏡見てるみたいでしょ？そうかな。あ、でも、すごいね。小野くん、感想言ってあげて。感想はね、あ、白髪が多いな。ハイライト、ハイライト。ハイライトか。俺はね、満点。
満点出ました。満点大笑いですか。満点ですよ。いや、ほんとね、すごい。うん、ほんと見事だよね。そろそろ、そろそろ声こもってんで、やめてくれませんか。あの、ほんと素敵な絵を送ってくださいましてですね。すごい。そうなんですよ。その、描いてくださった絵の裏側に文章を書いてくださってですね。はい、すごい、おめでとうっていう文章を書いてくださってるんですけど、墨の方にですね、せっかくなので、神谷さんもっていうことで、これがまた、書いてくださってるんですけども。ちょっと似てる、これ。はい、これもね、すごいそっくりにですね、まあ、そっくりって言ったってあれなんですけども、あの十分ね2枚目に書いてくださってるんですけども、実物ですよね。うん、本当にありがとうございます。すごいな。だってこれ1枚書くのにすごい時間あると思うんだよ。と思う。うん、だって文章書くのだって大変なのにさ、まず絵を書いて、でその裏に書いてくださってるからね。私もオノディにもらったハッピーな気持ちを少しでも返せればいいなと思い、絵で表現しました。うん、ね、それがこれです。はら、いやね、どうですか、小野君。いや、何なの、顔合わせたくないの。ここに書いてありますけれども、角度変えない。もらった、そう、もうハッピーな気持ちを少しでも返せればいいなと思って絵で表現していました。おいよ、もうやめて。やめて。すいません、かなり視覚的な内容。このでもこの方はすごいです、本当に。ね、本当にありがたい話ですね。またこの番組でね、あの気持ちをお返ししていきたいなと思います。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。続いていきます。えい。埼玉県ネモさんからいただきました。広島 D、 こんにちは。ここ最近声優の檜山信之さんに似ているということで話題となっている運慶の仏像、こんがら童子ですが、仏像好きのオノディは話題になる前から知っていたのではないですか、とのことです。まあ当然僕は知ってるよね。あのですね、それね、今日、たまたま収録現場に杉田くんがいて、杉田くんが、おろさんが仏像ついたと思って、これって言って見せてくれた画像が、とある方と、その檜山さんと仏像が並んでる写真だった。ああ、そうなんだ。うん。そんなに似てんの？今、諏訪さんが用意してるのがうっすら見えてるんですけど、うん、これがそうなんだ。まんまこれだった。現物、ああ本当だ。すげえ似てる。これびっくりするな。これはね、言われてみれば本当に似てる。ちょっと待って、これ真ん中から折ってさ、重ねてみたらあれなんじゃねえの、重なんじゃねえ。本当だ。今ちょっと重ねて透かしてみてるんですけど、すげえほとんど一致してる気がするな。これでも昔のね、檜山さんの、うん、潜在。そうだね。ですよね。うん、今若干お痩せになりましたからね。そう。あはー。これはもしかしたら、すごい。リーインカネーションかもしれないです。ああ、生まれ変わりかな？リーインカネーション。うん。輪廻転生です。輪廻転生かな？うん、ちょっと、その、アジの男爵みたいにしないの。ちょっと。うわー、ほら。あれ、三十三間堂にあるとある仏像が弊社の寺様さんに似てるっていうのがあります。ああ、そうなんだ。はい。寺様さん。でも三十三間堂ってあのいっぱい並んでるやつでしょ？そう、前にある十二神将のうちの一体が似てるのがあるんですよ。へえ。竹かなあれ。うん。あるのでですね、なんか僕としてはもう寺様さんを見るたびに思い出します。ありがたい気持ちになる。ありがたいです。あ、じゃあ俺これから檜山さんに会ったらありがたい気持ちになろう。なると思う。なんかうわーすげえって。なればいい。僕も似てる仏像とか探してほしいな。でもあるんじゃない、1個ぐらい。あるかな。33元堂に行ってあんだけあったらさ、1個ぐらい顔似てるのないかな。1000一体ありますからね。探しに行くつは。展示館の中に。探したい。なるほど、ね。みんなもね、自分に似てる仏像っていうのをね、探すと面白いかもしれないよ。あ、出た仏像マニアの発言。うん。仏像マニア。僕には全くわからない領域だ。ブッダフェチですからね、僕。ブッフェチですから。ブッダフェチってなんかあんまりくっつけちゃいけない単語な気がするけどね。本当ですね。うん、あ、そうか。フェチって単語だよ。非常に失礼な感じはしますけどね。はい。あ、そうですか。これいいですね。これからも寄せてください。そうですね。皆さんよろしくお願いします。引き続き皆さんからのツストお待ちしてます。続いてはこの番組のタイトルにもなっているアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のための携帯サイト、ディアガル情報です。アニメのサマーライブ2009。真夏のアニソンの祭典、アニメアドサマーライブ2009リーブリッジ。開催5回目の今年は8月22日23日の2day、埼玉スーパーアリーナで開催。携帯サイト
マリンメロナックス、ナリメロの歌、超ナリメロでは、ターゲット、最速先行予約の受付追加受付を実施中。あ、甘いな。受付期間は4月6日18時まで、締め切りまで残りわずか。わずかなんだね。予約方法の詳細は携帯 PC から http://anisama.tv にサクセス。そしてこの番組の携帯スイッチ「Dear Girl Stories」のカーナーでは番組のラパートと写真を掲載しています。マリメロ会員になるとおまけ写真とレパートのベッケナンバーが見られるようになります。さらに毎週一つずつ更新される Dear Voice の着信バイスも好評配信中。ちなみにですね、2人かっこいいバージョンでって指定があったので今こういうふうに読ませていただきました。マリメロミックス、ダーガールのアクセス方法は、どのカーターも、マナーラスとか、カタカナの、着信マロニーから、マニメガールコムグリクと、マロマロミックスのパーツを見つけるディアゾース。パーツしちゃった。サクセス待ってます。